明るいと思ったら、もう朝でしたのね。恐るべし、四女神オンライン2ですわ。小規模アップデートイベントにもかかわらず、この私を5日連続で徹夜させるほど熱中させるなんて。さて、そろそろあの人を起こしてあげませんと。気持ちよさそうに寝ていますわね。あなた、朝ですわよ。起きてくださいな。もう、せっかく私が起こしてあげているのに、全然起きそうにありませんわね。あ、そうですわ。あなた、起きて。起きてくださいな。あなた。やっと起きましたわね。朝食にしませんこと。私、昨日もつい徹夜をしてしまい、お腹がペコペコですわ。先に食べていてよかったのにって、もう何を言いますの？朝の食事は一緒にって決めたではありませんの。それに、あなたと共に食べる食事は、ゲームと紅茶以外の数少ない私の楽しみなんですのよ。そういうことですから、早く着替えを済ませてくださいな。その間、私はシャワーを浴びてきますわ。はぁ、やはり、徹夜の後のシャワーは気持ちいいですわね。大げさかもしれませんが、生き返りますわ。どうしたんですの？私の姿をまじまじと見つめて。お風呂上がりのバスローブなんて、いつものことではなくて？それとも、バスローブから覗く、私の胸が気になるんですの？冗談ですわよ。さあ、それでは朝食にしましょうか。飲み物はどうします？あなたはいつものですわね。私は当然、紅茶ですわ。さて、朝食も着替えも済みましたし、私は四女神オンライン2に戻りますわね。着慣れたいつものドレスもいいですが、やはりゲームをするときはラフな格好に限りますわ。え？またネトゲか、ですって？当然ですわ。ギルドの長たる者として、たとえ仕事があったとしても、長時間離れるわけにはいきませんわ。ああ、そうですわ。せっかくですし、あなたも、私と一緒に一日中、四女神オンライン2で遊ぶのはどうかしら。え？今日はゲームなんかさせないって、あなた、一体何を言って、って、はあ！いきなり、お姫様抱っこをするなんて、どうしたんです？ああ、わかりましたわ。このまま私を、自室まで送ってくれるんですのね。さすがあなた、気が利きますわ。で、あら？そちらは自室ではありませんわよ。むしろ、どうして玄関にって、まさか、私を外に連れ出すつもりですの？さすがに、一週間も外に出ていないのは、私としても少々だらしがないとは思いますが、だからといって、この格好のまま無理に連れ出すのも、どうかと思いますわよ！私の話を聞いてます？あなたったら強引なんだから。この時間では緊急クエストには間に合いませんし、後でギルドの方々には謝らなければなりませんわね。さて、この落とし前はどうつけてくれるんですの？無理やり私を外に連れ出したのですから、今日のエスコートは責任を持ってあなたがしてくれるということですわよね。良いお返事ですわ。では、はじめに服を買いに行きましょうか。さすがに、部屋着のままでデートというのは、ちょっとあれですし。
責任を持って選んでもらっちゃおうかしら。さて、早速お店に着いたところで意見を聞きたいのですが、どんな服が私に似合うと思います？せっかくなので今日は私をあなた色に染めてくださいな。なんだったら下着まで選んでくださってもよくてよ。冗談ですわよ。赤くなっちゃって可愛いんですから。さあ早くあなたの好みを教えてくださいな。なるほど、あなたはそういう服が好みなんですのね。私としては初めて着るジャンルの服ですが、あなたのリクエストですし、ちょっと勇気を出して着てみることにしますわ。例えばこの服とかどうでしょう。ちょっと派手でしょうか。ならこっちの服はと、逆にちょっと地味ですわよね。普段こういう風に自分で服を選ぶことがないので迷ってしまいますわ。え、じゃあいつもはどこで買っているのかですか？仕事用のドレスですと、専属のデザイナーが用途に合ったものを全て作ってくださっているのよ。それ以外ですと、ネトゲの公式オフラインイベントに行った時に会場限定の T シャツやパーカーを買うくらいですわね。実はこの T シャツもこの間行ってきた4女神オンライン2感謝祭で買ったものなんですのよ。ああいう会場で売っているものは基本的に男性用のサイズなので、ゆったり着られて胸が苦しくないんですの。まあそういうわけですので、今日着る服はあなたが選んでくださいな。なるほど、これがあなたが選んだ服ですわね。ちょっと待っていてください。早速試着してきますわ。とりあえず今着ている服を脱いでっと、そしてこの服をって、あら、胸のところで引っかかってなかなかうまく着られませんわね。うん、これをこうしてっと、ふう、なんとか着られましたわ。お待たせしました。どうでしょう、そのこのような服は普段あまり着ないので似合っているのかよくわからないのですが。まあ本当ですか。似合うか不安でしたが、あなたに似合うと言ってもらえて自信がつきましたわ。せっかく来たんですし、このまま支払いを済ませてデートの続きと行きましょうか。少々お腹が空いてきましたわ。ちょうどいい時間ですし、お昼にしません？できれば普段私が口にしないような料理を食べてみたいのですが、お願いしてもよろしいでしょうか？これはラーメンという食べ物ですわよね。私にはこれが丼に入ったもやしの山にしか見えないのですが、私の予備知識が間違っていたのでしょうか。まあいいですわ、あなたのエスコートですし、きっと美味しいに決まっていますもの。それではいただきますわ。あの、食べても食べてももやしばかりなのですが、本当に麺は入っているんですの？それにこのボリューム、野菜だけでお腹いっぱいになりそうな。え？残したらギルティという名のペナルティがあるんですの？どうしましょう。私こんな量のラーメン完食できる自信がありませんわ。え？嘘？もう脅かさないでくださいな。ですがギルティは抜きにしても、
この量はやはり私には無理なような。さすが私が見込んだだけはありますわね。まさか半分以上残っていた私のラーメンまで食べてしまうとは。それでこれからどこに行くんですの？あなたにお任せとは言いましたが、私的にはゲームセンターかゲームショップがいいな、なんて。潮風が気持ちいいですわ。電車に乗ってどこに行くのかと思ったら、まさか海だったなんて思いもしませんでしたわ。あ、もしかしてあなたゲームに焼きもち焼いているんじゃなくて、だからゲームがない自然な場所に私を連れてきたんでしょ？どうやら正解のようですわね。ゲームに焼きもち焼くなんて意外と可愛いところがあるんですのね。でもたまにはゲームから離れてあなたと二人で自然を満喫するというのも悪くはありませんわね。海鳥の声も、頬や髪を撫でる潮風も、この一面真っ青な景色も言葉にできないくらい素敵ですわ。私たち以外誰もいない、私とあなた二人だけの場所と時間だからこそ余計にそう感じるのかしら。願いが叶うのならば、このまま二人でずっとこの景色を見ていたいものですわ。つい日が暮れるまで長居してしまいましたわね。青い空と海だけでなく、夕焼けに染まった景色もとっても綺麗でしたわ。まさかあなたがあんな素敵な場所を知っているなんて驚きましたわ。今日はあなたにエスコートをお任せして正解でしたわね。疲れているのでしょうか、それとも徹夜のせいか、今さら眠気が。申し訳ありませんが、あなたの肩を貸していただきますわ。感謝しますわ。どうしてあなたのぬくもりや匂いは心地良いのでしょうか。ますます眠くなって。そういえば、私電車で眠ってしまっていたのですわね。まさか帰りの電車とはいえ、徹夜の疲れがあんなところで出てしまうなんて。あれ、ここは私の部屋？それにどうして私はベッドでって、どうして隣にあなたが寝ているんですの？そうですの。あなたが私をここまで連れて帰ってきてくれたんですのね。駅に着いたら起こしてくれればよかったもの。まったく、あなたも疲れているはずですのに、妙に気が利くと言いますか、優しいと言いますか、そういうところに私はきっと惹かれたんでしょうね。私のために毎晩遅くまで付き合ってくれますし、
そういえば、そろそろ夜の緊急クエストが来る時間のような、と思いましたが、今夜くらいはお休みしましょうか。チュッ。これは今日のエスコートのお礼ですわ。本当は起きているあなたにしてあげたいのですが、実際に私がするのは、その、恥ずかしいと言いますか、慣れていなくて、うまくできる自信がないので、許してくださいな。おかしな話ですわよね。漫画やゲームでは見慣れているくせに、いざ自分がするとなると、恥ずかしくてできない、だなんて。ですが、いつか必ず、あなたが起きていても、キスできるようになりますので、それまでは、これで我慢してくださいな。今は、頬への口づけですが、その時が来たら、その、それ以上も、って、何を言っているのかしら、私は。きっと、寝ぼけているんですわ。今夜は、このまま、あなたと二人で、この、ベッドの上で、一緒に、